はい、どうも、こんにちは。これはね、吉岡里帆さんがね、新番組がそろそろ始まるんですよね。吉岡里帆、あざと女子として恋愛に自信と。渾身のあざとさを詰め込みましたと。4月8日にスタートする鈴木亮平主演ドラマ、恋愛漫画家。それがフジテレビなんですね。で、リモート記者会見が3月30日、昨日が行われたと。鈴木と共にヒロインを演じる吉岡里帆が登壇、恋愛ミッションとして様々な癖のあるキャラクターを演じる吉岡は、あざと女子が特に印象が残っているといい、渾身のあざとさを詰め込みました。自信を覗かせたと。まあね、もうそもそもね、吉岡さんはね、あざといって言われてますからね。そのまんまなんじゃないですかね。王道のラブコメで主演を務めるのは初となる鈴木亮平さん。まあ、鈴木亮平さんあんまりね、ラブコメのイメージはないですよね。ラブコメが好きなのでお話をいただいたときは嬉しかったです。日々楽しく撮影させていただきました。特に夜のキラキラしたシーンでのロケに憧れていたので、ロマンチックなシーンがとても楽しくて光栄でしたと。吉岡もラブコメへの出演経験はほとんどないと。あ、吉岡さんラブコメないんだ。ありそうですけどね。鈴木さんとキュンってなんだろうっていうお話をしたぐらいわからないことだらけでした。劇中の愛子と誠一郎も愛ってなんだろう、恋ってなんだろうという模索をしていくんですが、役割と通ずるところがあるなと思いました。どうしたら人はキュンキュンになるんだろうとか、人に愛を伝えるってどうすればいいんだろうとか、今まで真剣に考えられなかったなと撮影して気づきましたと。その吉岡さんはダメ男ホイホイの崖っぷち女子っていうんですね。それにあたって、それを演じる吉岡さんはダメ男ホイホイという設定が嘘みたいな切り替えの速さと鈍感さを持っていて、あっけらかんとしているんですよね。暗くなる瞬間がほとんどなくて、全部は跳ねのける明るさと強さでいろんな声をしていきます。スピード感と切り替えの速さを意識しましたって語ってると。そして OL ギャルなどになりきって行う疑似恋愛に関して、どれもすごく刺激的ではあるんですけど、あざと女子は渾身のあざといを詰め込みました。モテる限りのあざといを捧げています。どんだけあざといんですかねとアピール。そのシーンを見ていないという鈴木は楽しみと期待を膨らませた。だそうです。まあ、それだけの話なんですけど、ただね、僕ね、見たいんですよ、これ。吉岡さんがね、そこまで吹っ切ってあざとさを出すって、ね、ただでさえね、あざといあざといって言われてるから、それをね、もう全面に押し出すわけでしょ。ちょっと興味あるんですよね。どんだけあざとくやってるのかっていう。まあ、それが素なのか演技なのかっていうところも含めてね。わかんないですよ。もしかしたら1回で僕、離脱する可能性も相当あるんですけど、ただ1回目は見たいです。どんな感じなのか。4月からまたね、スタートするドラマ多いじゃないですか。何に興味持つかって今のところ全く見えてないんですよね。まずキャスティングでね、そんなに僕が惹かれてる人が今のところいないので、火曜自由自枠のドラマ一応見ますよね。それは見ますが、まだボス恋ロスなので、果たしてそこにうまくね、移行できるかっていうところとか、まあ、あと日曜日の TBS のね、枠ですよね。ドラゴン桜ですもんね。それはもう実績があるので、まあ見たいっちゃ見たいですよね。だからまあ、ただ何がまだ面白いのか。で、まあ TBS は定番でしょうけど、TBS 以外でも、これはフジテレビですよね。吉岡さんのはね。まあいろんな局がドラマを作っていくんでしょうけど、一つ一つ見てって、離脱しないで最後まで見たいなって思えるものを、ちょっと探っていきたいなと。思ってる次第でございます。今日あれですね、モネちゃん、なんだっけ、せかくらですよね。3時間スペシャルだったかな。なんかちょっとそのネタもあったんだよな。ただ、まあいっかと思って明日喋ろうかなと思ってるんですけど。まあそんな感じです。ではでは。